はい、今節は第21回東京スポーツ杯ヘビー級王決定戦ということで、優勝戦の予想を、解説を東京スポーツ新聞記者石川貴則さんにしてもらいたいと思います。石川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず6人の優勝戦のこの6人ですね、顔ぶれを見ていかがでしょう。そうですね、ちょっと今節はね、なかなかここ混戦のシリーズということで、あと、まあ、SD 抽選からもね、いいエンジンが結構若い選手がいたりして、はい、なかなか難しいシリーズかなと思ったんですけども、うん、やっぱり終わってみればちょっとこう6人やっぱり主力どころが残ったかなというところですね。はい、次に進入予想をお願いしたいんですが、はい、なかなかのくせ者というか、そうですね、揃いですね。ただまあ最終的には外から何が何でもうちに入る選手もいないですし、多分まあ皆さん枠を主張すると思うので、はい、基本的には枠なりの3対3ではないかと、3対3、はい、と思ってます。はい、ただ赤羽選手のエンジンがやっぱりすごく出てるので、はい、まあ、赤羽選手の角を嫌って山路選手が角に引いて3角というのもあるのではないかと。3号艇山路選手がもしかして3角を取るかもという。はい、そうですね。はい、ありがとうございます。はい、では次にモーターの評価をお願いしたいと思います。はい、やっぱりその赤羽選手の19号機ですね、はい、近況も絶好調なんですけども、はい、やっぱり今節もやっぱり評判が高いエンジンで、ピットでも赤羽さんのはもうちょっと抜けてるとというような評価も多いんで、ちょっと1枚上かなというところですね。うん、で次は桐本選手がだいぶ出やすい系統を丸にはなってるんですけども、はい、仕上げてきて、はい、まずまずの雰囲気にはなってきてますね。うん、あとは、まあ、藤井選手、山地選手、大沢選手、矢後選手というのは、まあ、中堅ぐらいかなというような評価をしてます。はい、では赤羽選手が出足が20丸、そうですね、で伸びに関してはそして皆さんあまり変わらないんじゃないかなというような評価にはなってます。はい、じゃあ突き抜けていく選手はいないような感じですね。そうですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、では続いて1マークの予想展開解説をお願いします。はい、まあ、スタートで強烈に出ていくような選手はいないと思うので、はい、まあ、スリットはほぼ横一線になるのではないかと。横一線、はい、で、まあ、1マークに関しては、まず藤井選手が先前、はい、桐本選手が差し、はい、山根選手は、付け前、はい、で、まあ、赤羽選手は、まあ、まくり差すか、まあ、差すか展開見ながらと、うん、で、まあ、この2点もそうですね、展開をつくような感じで、はい、追走するというような感じになると思います。うん、じゃあ普通にモーターボートの基本的な動きで、そうですね、はい、基本的な体型にはなるんではないかと思うんですけど、はい、うん、じゃあもう2号艇のですね、桐本選手はもうこれで付け前に行くとかないですね。もうそうですね、多分おそらく足的にもそんなに伸びていくような感じでもないですし、うん、はい、スタートもねちょっとまだ感もそんなに合ってないようなので、はい、うん、優しい照準かなというところですね。はい、うん、はい、それでは船券予想の方をよろしくお願いします。はい、まあ、本命はやっぱりインの藤井選手、藤井選手、もうね、昨日も1号艇で勝ってます。今9月から11連勝ですかね、インでは。あ、藤井選手、はい、11連勝中なんで、まあ、ここはもうその実績を信頼して、逃げるのではないかと。はい、で、まあ、対抗も素直に、桐本選手の差し、うん、で、まあ、3番手にはまあ出てる赤羽選手、はい、まあ、あと山地選手ですね、うん、この辺りが、入るのではないかと、はい、予想ですね。で、本命の方は、はい、このような、目で、はい、1-4、1-4-2、はい、それと1-3、1-3-2ですね。はい、はい、では穴予想の方をお願いします。穴予想はやっぱりその赤羽選手の、はい、突き抜けと、うん、まあ、エンジンのパワーを生かした突き抜けというのを穴予想を見て、はい、それで、まあ、1マーク、うち2人が残すか、まあ、あとは大沢選手がその赤羽選手の攻めに乗って、うん、2着に食い込む、はい、というのはちょっと穴を考えています。はい、では4頭の1-2-5の2番手のあとは流しですね。はい、ありがとうございます。本日は優勝戦の予想を東京スポーツの石川貴則さんにしてもらいました。石川さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。